back forever to get the... 皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、メイク記録を撮ってみました。出来上がった顔がこんな感じです、ね、今回は新作のアイシャドウを使ったりとかしてね、メイクしてみたので、ぜひ気になった方は見ていってください。どうぞ。下地がこの久しぶりにソフィーナプリマビスタ崩れ防止下地を使います。これもうほんとないんだけど、そう、ずっと使ってなかったので、もうあと数回だろうな。もう少しでお花が咲きそうですね。お花じゃないか、お花はいつでも咲いてるんですけど、桜がもう少しで咲きますよね。なんか中目黒、私好きでよく行くんですけど、の川沿いってすごい桜が咲くんです。もうね、まだ咲いてないのにもうたくさん来てて、人がすごいと思いました。ファンデーションは今日カバー力欲しいので、ケイトの、シークレットスキンメーカーゼロの01番を使います。カバー力重視の時はこれがいいですよね。今日は指で塗っちゃいます。なんかほんと明日明後日にはもう咲くみたいなんですけど、開花宣言まだなんですよね。私去年お花見行かなかった気がする。去年あ、行ったかな。でもなんかちゃんと木の下にあのブルーシート引いてやるお花見はほぼしてないですね。したいなって。よく私こういうところ塗り忘れちゃうんですけど、しっかり馴染ませてあげないとって最近思ってます。ブルーのやつ最近使ってるんですけど、これ限定なんですよね。ディオールアディクトリップマキシマイザーのプールブルー。じゃあパウダーはエレガンスのフェザーベール002番をやっていきます。このパウダーばっかり使ってる。じゃあね、コンシーラーちょっとパウダーした後なんですけど、コンシーラーするの忘れてたんで、コンシーラーしたいと思います。こんな感じでコンシーラーしたら、もう一回パウダー上から重ねていきます。よれないように。なんかでも今日全然肌調子悪いな。シェーディング使いたいと思います。シェーディングはセザンヌミックスカラーチークの20番を使っていきます。なんか今日あれですね、プチプラ多めですね。下地もファンデーションもプチプラ。セザンヌ優秀ですよね。粉物セザンヌ好きです。なんか私知らなかったんですけど、最近人に言われて気づいて、私優秀っていうのが口癖みたいで、すぐ何でもかんでもこれ本当優秀ですよねって言うらしいです。何を基準に優秀って判断してるのって言われました。わかりません。私眉毛はエクセルのサナエクゼルパウダー&ペンシルアイブロウ EX PD13 番使います。今日はこの後いろいろ予定が詰まってるので、しっかりめに、なんかよれないように、今日はソフィーナの化粧下地崩れ防止のやつを使ったんですけど、なんかもう塗った直後はよれてる気がする。合わないのかな。そういえば、なんか春の新作のファンデーションどれ買おうか悩んでるっていうお話をしてたんですけど、やっと最近ゲットしました。なんかほんと悩んで、シュウユメラも新しいの出たし、あとローラメルシーも新しいの出たし、いろいろ出たんですけど、私はね、前から使ってたディオールの新作を買ってみました。旧ディオールのファンデーションと新ディオールのファンデーションの比較的な感じの動画も撮れたら面白いかなと思ってます。でもなんかどうなんだ、どうやって撮ればいいのか。カラスがめっちゃ鳴いてる。ビセリシェカラーリングアイブロウマスカラ BR2 番を使ってきます。ちょっとね、部屋が今地獄みたいに汚いので撮影ができる状況じゃなくて、そう、なんか何日かバタバタとね、外出したりとか、まあ、誕生日もあったっていうこともあって、飲みに行ったりとか、昼間もねバタバタしてたら、どん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 お部屋が汚くなってきました。やっぱ余裕がないとダメですね。はい、こんな感じです。すごい、この眉間の真ん中から毛が生えてる。先にチークをね、今日塗っていきたいと思います。アイシャドウより先に、サナエクセリのスキニーリッチチーク RC02 番ピュアピーチっていうチークから1500円ですね、を使っていきたいと思います。ちょっと春だし、ピーチっぽいピンクカラー可愛いかなと思って、今日使おうって持ってきました。ナーズとかで慣れてると、ナーズもありえないぐらい発色いいんで、薄すぎ、結構マットですね。全然ラメ感とかはない。エクセルは本当勝手にアイシャドウのイメージしかなかったんですけど、眉描くペン、眉ペンシルっていうのだっけ。それも描きやすいし、いろいろいいですよね。エクセル好きです。本当馴染みやすい。見えてるかな。ちょっと
光が明るいかもしれない。次はアイシャドウやっていきたいと思います。まず一番初めに使うのがこの MAC の、パウダーブラッシュエンドレスサンシャインっていう、これチークなんですけど結構ね暗めなこんな感じの色なので、これをベースカラーに一番下に使っていきたいと思います。これ限定のやつだから今は売ってないと思います。あ、大丈夫友達がこけてます。痛かったみたいですかわいそう。なんでしょうね、小指ぶつけるやつって1年に3回は必ずやりません。夏指やったんだけどはい、このベースをね使った後にこのねとっても可愛いディオールの新作、4月発売なんですけど、お先にね先行発売のものを誕生日プレゼントでいただきました。ありがとうございます。はい、ということでこちらをね使ってメイクしていきたいと思います。この一番明るいキラキラのカラーを取って指でなじませていきます。こういうカラーはベースに塗っても可愛いし、最後に上に重ねても可愛いし、発色良い、キラキラ、可愛い、発色がいいのでしっかりつきます。わかりますよ、こっちとこっちの違い、すごい、さすがディオール、めっちゃいいですこれ。ここの部分らへん、ここらへんにも使っていきます。同じやつですね。結構これ赤系メイン の, あのパレットかと思いきや、ブラウン系もしっかり入ってるし、あとオレンジ系の色もねしっかり入ってるので、春から夏秋とかねもうたくさん使えるんじゃないかなって。タヤバに次乗せていきたいんですけど、ここのカラーを使おうかな。ここのカラーを使って乗せていきます。可愛いカラーほんとたくさんあるのでメイク迷いますね。これそういえばもうあっという間に1万3000人をお会いいたしました。ありがとうございます、嬉しい。本当最近はね初見ですって言ってくださってコメントくださる方も多くて嬉しいです。下にもね際に半分ぐらいまで伸ばしていきます。もうちょっとだけ赤入れようか。はい、じゃあ最後にこの際のね部分だけにもうちょっと濃い赤系、どれがいいかな、これこの下の真ん中のやつを最後に際に使います。はい、こんな感じです。 OK です。アイラインはこのビセのビセリシェカラーインパクトリキッドライナーの RD440 番バーガンディを使います。一年中バーガンディのアイライナー使ってるじゃんって感じなんですけど、本当そうなんですよ。みんなが茶色使ってるぐらいな感じの頻度で、私はバーガンディカラーのアイライナー使います。はい、こんな感じです。まあ、横長にね平らにこう上げたりとかせずにまっすぐっていう感じが一番私は多いですね、頻度的には。これでアイメイク完成じゃないですね。揺らしていきたいと思います。RMK のマットマスカラ N の04番バーガンディ、バーガンディカラーって04番なんですかね、なんかいっぱい04番って言ってる気がする。どうでもいいか洗わないでこれはね下地なしで普通に塗っちゃいます。 RMK のバーガンディはバーガンディって書いてあるけど、あんまバーガンディって感じじゃなくて、もっとバーガンディって言うと赤いイメージかなと思うんですけど、このバーガンディはバーガンディバーガンディなんだ、ちょっと暗めなバーガンディって感じですね。えったそう、今日ねボビーブラウンのイベントに行くんですよ、夜から、すごい楽しみです。はい、こんな感じでマスカラは OK です。今日はハイライトなしでマット系なカバー力100点な感じでやっていきたいと思います。気合を入れたいのでこのナーズのガツンとしたブラウンを使います。ナーズパワーマットリップピグメントの2760番です。ブラウン好きな方はこのリップ嫌いな人いないんじゃないかなって。はい、こんな感じです。この組み合わせが最高ですね。このディオールのディオールバックステージアイパレットの003番アンバーっていうのと、このナーズのパワーマットリップピグメント2760番のこの組み合わせがめちゃくちゃいいです。すごい私の理想の顔に
なりますね。はい、ということでこちらで今日のメイクは完成です。イエーイ。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価もぜひお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。